ねえねえ、何です？この召喚獣の後始末の原作見たことある？いや、ないですけど。へえ、そうなんだ。じゃあなんで見に来たの？いや、気になったから。なんかミーハーなのね。いや、あの静かにしてもらえます？上映中に話しかけられるのはだるいですよ。でも話しかけちゃう、ダルメシアンだから。そうですね、あのダルメシアンだから。前もそうでしたけどね。なんで隣にいるんですか？ここなんですか、席？ここよ。こんなに席あるのに。あのちゃんと見ません？この映画せっかく見に来てるわけですし。でもこの映画つまんないし。まだ序盤じゃないですか。もう2回目なのよ、見るの。そうなんですか？つまらないんだ。なんでつまらないのに？趣味なのよ、つまらない映画見るの。なんだその趣味。好きなの、だるい映画。ダルメシアンだから。ダルメシアンだからね。まあまあ見ましょうよ、とりあえず。そうね。なんだ、おせんべい？ちょい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 。おせんべいはダメだよ、映画館でしょ。持ち込んだの？ここで買ったのよ。なんで売ってるんだよ。ちょっと。ほら、他のお客さんにも迷惑だって。そこの小さいの、うるさいよ。僕？注意してただけなのに。何笑ってるんですか。ちょっと、爆笑して。もう。なあ、もう、落ち着いて見れないじゃないですか。ごめんね。でも、もうちょいでいいシーンだから。あ、そうなの？ほら。そろそろ、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。何もないですけど。うっさーん。もう。あ、すいません。もう気になって集中して見れないでしょ？あらー、気になるの？私のこと。いや、そんなことはないですけど。かわいい。ちょっとムーディーな雰囲気ね。ムービー見に来たから。ムーディーだけに？な、ギャグ言いたいだけじゃないですか。言いたいだけ。もううまいこと言ってくるもんな。やりー。もうちょこっとだるがらみしたかったけど。あ。映画終わっちゃった。もうちょっと一緒にいたかったけど、帰らないとね。まあ、そう。ですね、いいのよ、これで。映画を二人で見れただけでも、映画ね、ってね。言いたいだけだな、また。もう。じゃあまたね。男勘違いさせるの、楽しい。ちっちゃいの、うるさい。終わったからいいでしょ？ちっちゃいちっちゃいって何この。